私なら子供にそんな名前はつけんが、本人が言うならそれが君の名前なんだろう。私はドック・ミッチェル。グッドスプリングスへようこそ。さて、誠に勝手ながら、鉛の破片をすべて摘出するために君の頭の中を覗かせてもらった。うまく縫合したつもりだが、自分の顔に違和感があったら言ってくれ。まあほぼ完璧だと思う。慎重に縫ったからな。さて、もうベッドから起きてもいいだろう。立ってみたまえ。よし、次は部屋の端まで歩いてみよう。そこの活力テスターのところまでだ。ゆっくりとな。慌てることはない。今のところ順調そうだな。では活力テスターを使ってみるといい。身体機能の回復具合を手早く調べられる。君ほどの強運の持ち主なら、弾が途中で U ターンして銃の中に戻っていったとしても驚かんね。体は元気なようだな。だがあの弾丸のせいで君の頭がいかれちまってる可能性もある。そこで君にはそこへ座ってもらい、いくつか質問したい。君の頭が今もまともかどうか調べるんだ。では単語を読み上げるから、最初に思い浮かんだことを言ってくれ。犬。家。夜。敵。光。母。よし、次はいくつか質問するから、それが自分にどのくらい当てはまるか答えてくれ。一つ目、争い事は性に合わない。人を頼るのは好きじゃない。常に注目されていたい。新しいアイデアは受け入れにくい。問題には正面から取り組む。あと少しだ。これを見て何に見えるか答えてくれ。ではこれは最後だ。さあ、これで全部だ。比較対象がないから、ひとまず結果だけでも見ておくといい。しっくりくるかな。退院の前にもう一つやってもらうことがある。問診票に記入してくれ。君の病歴をざっと把握しておきたい。まあ形式的なものだ。君が頭を打ち抜かれやすい家系かどうかを調べたいわけじゃない。よし、大体こんなところか。こっちだ、見送ってやる。ここにあるのは君の所有物だ。ここに運ばれてきた時の所持品の全てだよ。気を悪くせんでほしいが、メモを見させてもらった。家族の連絡先がわかるかと思ったんだが、プラチナチップとかいうもののことしか書かれていなかった。外に出るならこいつを持っていけ。ピップボーイといって、私のように対戦前に作られたボルトで育った者は皆それを支給される。今の私にはもう必要ないが、ああいう事故の後だし、君には便利な代物だろう。何かを奪われた者の気持ちは私にもわかる。それとこれを着ていけ。
町の連中に馬鹿にされずに済む。私の趣味に合わなくてね。礼には及ばん。それが私の仕事だ。町を出る前にサニースマイルズに会っていけ。砂漠で生き残る術を教えてくれる。酒場にいるはずだ。酒場にいる他の連中も力になってくれるだろう。それと君を墓から引っ張り出した鋼鉄の友ビクターもな。とにかく外で怪我したらすぐに戻ってこい。治療してやる。だがもう二度と死ぬなよ。しばらく中にこもりっきりで外に出たいのはわかる。だが質問があればできるだけ答えよう。さっきも言ったが、私はボルトの出身だ。その後はしばらく流れ物のドクターをやってた。当時はいいアイデアだと思った。大半の人は教育を受けておらず、医術の心得があるものなどなかなか見つからないからな。自分の知識が人の役に立つのなら、そう思って始めたんだ。自分には合ってたよ。結局はボルトに戻って幼馴染と結婚し、放浪の日々に別れを告げた。後悔はしなかった。今でもしてない。ここはグッドスプリングス。南東の道の先にある泉がその名の由来だ。グッドスプリングスの泉、そう呼ばれてる。静かな町でそこが気に入ってる。トラブルは避けてるが、それでも厄介ごとに巻き込まれることはある。この先に雑貨店がある。店主はチェットといって、気の利いたものはないが、必要なものは一通り揃うぞ。酒が飲みたきゃ、チェットの店の先にプロスペクターサルーンがある。バーテンダーのトルーディは町のみんなと知り合いだ。あとは特に見るものはない。人々がやっとの思いで生きているだけだ。まあよくあることさ。昔のことだし、今もう気にしてない。特に傷は見当たらないぞ。あ、ビクターがいいやつなのは確かだ。ただそれだけじゃない。そんな気がするのさ。普段は家を出たがらない。彼のことが知りたければ直接本人に聞くしかない。町の南端の小屋に住んでる。撃ったやつもその仲間も見てない。町で聞いたら、奴らがどっちへ逃げてったかわかるかもな。トルーディに聞くといい。この先の酒場のバーテンダーで、この町の出来事で彼女が知らないことはない。この先に雑貨店がある。あとは特に見るものはない。気をつけてな。Hail the people so public.